マルサンホビー動画チャンネルです。1月12日ラジコン再入荷品のご紹介です。今回はタミヤの商品が多数入ってきました。まず人気のボディシリーズですね。フォードマスタング GT、 フォード GT マーク2、非常に人気あるタイプで、タミヤにしちゃ悪者顔の、あのドリフトにもグリップにも向くマスタングと、車高がこれ以上ないっていう低いタイプの GT マーク2ですね。なかなか数も入ってきませんので、お早めにどうぞ。あとタミヤのブラシレスのモーターですね。タミヤのレースによく使う 15.5 とタミヤのブラシレスの最速の 10.5 と入ってまいりました。もちろんスピードコントローラーもございます。であと最近の電動化はこのローポロサーボ、ローポロサーボというのは背の低いサーボなんですけれども、これの指定の電動化が多いんで、電動化の、サーボ、ステアリングサーボはもうこれで間違いありません。非常に性能の高い人気のあるサーボになります。であとこちらは R2002GF っていって、簡単に言うと双葉の2ちゃんの受信機になります。でこちらはこのボタンになる 2HR っていうスティック芯がなくなってしまったんですけれども、これだけは再入荷いたしました。非常に双葉の 3PV、4PM、10PX とか全部使えます。値段が手頃で2ちゃんなもんですから、台数がある人はこちらの方が非常に重宝して、これで切り替えで動かすことができますんで、一番人気品ですね。あとちょっとかなり大量に入ってますんで、バギー系のタイヤホイールとかがたくさん入ってます。ちょっとざっとになりますけれども、消耗品とかケミカル品とかありますので、オフロードの人気が高いもんですから来てます。でちょっと変わったやつなんかだと、これがワイドタイヤ32ミリのオンロードですけれども、こちらのワイドのホイールとやると、通常のタイプよりタミヤ、ナローで26ミリですけど、こっちが32ミリで後輪に履くと、とてもかっこいい、でこれは独特の人気があるタイヤなんかも珍しいので、セットで揃うようになってました。でとにかくバギー系のタイヤと、あとこちらが細かいいろんなオプションですね。順次入ってます。ちょっと多種多様なもんですから、ちょっと全部説明しきれなくて申し訳ないんですけど、こちらとかこちらも入ってます。常連の方は非常に楽しみにしている再入荷品のお知らせですけれども、ちょっと量がありすぎて、細かく説明できなくて申し訳ありませんけれども、タイヤはなかなか入りが悪いところもありたんですけれども、だんだん届いってきましたので、ぜひお早めのご来店をお待ちしております。合わせて、チャンネル登録もいただければ、再入荷の時はすぐ最速でお知らせしますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。